重曹で簡単ピッカピカ。シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。普段から家事の手伝いをよくしてくれるまほちゃんと、今日もご機嫌7ヶ月のゆのちゃんです。今回まゆママからこんな相談をいただきました。お鍋の焦げ付きをきれいにしたいのですが、簡単に取れる方法を教えてください。お答えするのは株式会社シャイネン洗剤講師の梅野あゆみ先生です。私が大好きなお掃除の方法をご紹介します。今回は重曹を使ってみましょう。重曹を粉のまま鍋にパラパラっと振りかけます。その後水を入れて火にかけます。沸騰したところで火を止め、冷めるまで放置してから洗ってみると簡単に焦げが取れますよ。ねえねえ、自分のお顔見えるよ。コピコ。せっかくなので重曹をペースト状にしたお掃除の方法もご紹介します。重曹ペーストは水と重曹を1対3の割合で作ります。重曹に水を少しずつ加えて混ぜましょう。今度はコンロ周りをきれいにしていきますよ。ペーストを塗りつけ、濡らした古布やキッチンペーパーなどをかぶせて汚れをふやかします。時間を置いたら磨きましょう。細かい汚れは使用済みの歯ブラシなどを使うと取れますよ。めっちゃ綺麗。他にもこのペーストはいろいろ使えます。ほら、次に茶渋を取ります。重曹ペーストを古布やスポンジに取り、気になる茶渋をこすってみましょう。短時間ですっきり綺麗に落ちますね。重曹は一見面倒に思えるかもしれませんが、使ってみると簡単です。お掃除にどんどん活用してみてください。まほちゃんどうやった？楽しかった。またお願いね。はーい。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DNC ハグハグからご応募ください。